はい、今日は、えー「実はナックルズ」ね月刊121月合併後今日はこの人ちょっとアップにしてそうこの「小田切大作ね」ねここ「ルシュワーズ」はい聞いて90年代名古屋のギャングの真相とこういうことでねなんとあの小田切大作君がほら特集されてるってことでね ナックルズ買ってみましたよ。ね。太陽図書。ね。あの、皇室の時にはお世話になりました。これ、いろいろ開いていくと映っちゃいけないと思うんです。はい。じゃーん。まあ、ここなんですよね。これは昔の時ですね。今はこんな感じでね。高青年。好青年。<laughs> あの、私集中、週刊 YouTube の方でね、小田切君はね、結構特集させていただいて。はい。 こうやって使命になっておりますのでね、もしよろしかったらね、買ってみてあげてくださいね。あの、こんな風にね、出てるとね、なんて、ね、恐ろしい人のようですけど、そんなことない。普通に喋ると私は全然、あの、高、高青年とは言わないな。あの、もともと地元は一緒なんで、あの、ただ年代がやっぱり、年齢が、あの、 十、一人前ぐらい違うので、あの、一緒にこう、会うことはなかったんですよ。で、私も、えー、刑務所行ったり、地方に行ってたりっていうのもあったし、で、彼も、えぇ、ー、十年ぐらい勤めてるのかなだから、すれ違ってて、でも僕の友達と、を介して、彼と知り合って、まあ、今に至るんですけど、はい。で、まあ、あのー、こうやって、すごく、 昔はこんな悪いというふう。まあ今も真面目になってるかどうかは別として。ただ、彼は立派なのは、みんなこのグループの人たちは働いてるんですね。みんな仕事を持つことが今このルシュアーズの、あの、チームの、あの、ルールみたいになってる。まあ、あの、病気や怪我でね、それは働けない人は別だと思うんだけど、なるべくみんな働いてちゃんとしましょうと。えー、か、あの、家族を大事に、えー、えー、家庭を大事にするっていうことを、 を胸でやってるという形なんですね。で、ここ、まあ、あの、雑誌に出るよっていうことで、あのー、あ、そうだなあの、別の写真も来てるもんな。うんうんうん。それを、また、あ、この、ここに入れればいいか。うん。っていう形になってるんで、うん。で、ね、こうやって見てて、こうやって見てた。あらゼットリー <laughs>。 アフターコロナの、ら仕事いや、ここも、ここも、なんか、どうかで相談とかもしてんだよね。うん。そう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 。ゼットリーシー。ね。こんな、こんな、こ映っちゃダメだな。もう、もう、バになっちゃうよ。ね。ここにいろいろなお話も、な、お悩み相談とかもやって、これ見せちゃいけないよな。こ,これ、まあ、小田切君のところはいいとしても。はい。ね。これは、実はナックルズ。ね。えー、そうだそうだ。まあ、ここから、あの、 オフショットの写真もあるんで、ちょっと載せておきますかね。あの写真もらってるんで。うん。そうだな。でさ、そう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 ,そう。それだけじゃなくて、今度まだちょっと言えないんだけど、11月中に、えー、うなくんとその、あの、お友達、<laughs> 仲間たちとあるね、あの、大学関係者の、えー、方で、いろいろインタビューをしたいと。えー いうことがあるので、まあ、内容まだ言っちゃいけないと思いますけど、こういうことで、あの、刑務所を出て何年経った人たちにっていうことで、で、まあ、数名のっていうことで、ちょっと、小田切君に電話して。 いますかって言ったら、いるよつっ,ってもう、あの、あっという間に返事が来たのでね。<laughs> あの、何人もそれぞれに連絡して、皆さんこの日に来れますかっていうよりも、もう彼に一声言えば、まだ未だにその動員力があるというところでね。はい。まいろいろ、あの、彼もそうやって、いろいろ、その、研究って言っちゃいけないけどね。やっぱりそういう、あの、に、 一旦に役に立てる活動もできるし、またその、えー、私もそういうふうに、あの、一般で、大学の関係で、そういうことをされてる人たちが、なかなか直接つながることはできないのに、あとは人を介すると色々ろ面倒くさいことになるんで、直接っていうことがね、できるような一番いいので、はい。そういうことが一つは役に立てるのかなというふうに思っております。まあ、一回もしよかったら、あの、ナックルズ買ってあげてくださいね。はい、よろしくお願いします。はい。